皆さんこんにちは。私は弁護士の竹山茂樹です。アシスタントのカレンです。本日は合格後の話でよく聞かれる高年齢者でも就職できるといった話です。これって実際どうなんですか？はい、結論は就職できるなんですが、就職状況も踏まえて詳しくお話ししていきます。まず司法試験に合格して司法修習に行くと、大抵の方が裁判官、検察官、弁護士のどれかを目指すと思います。その他の選択肢もあるんですか？はい、実はあるんです。たまにね、裁判官とか検察官じゃない公務員、例えば総務省みたいな中央官庁に行ったりする人もいたり、あと一般の企業に就職される方もいます。しかも一般の企業も法務部に就職される方も多いんですけど、そうじゃないところに行く人もいます。ただちょっと今回それは横に置いておきますね。ではまず裁判官について教えてください。はい、裁判官になるためには司法修習において良い成績を上げること、あと採用担当の裁判官や修習先の裁判官に気に入られることが必要です。司法修習の場がリクルートの場なんですね。はい、そういうことになります。司法修習の成績はどのように決まるんですか？2回試験という司法修習の最後に試験があるんですね。この最終試験の成績によって決まります。ただこの2回試験の成績は裁判官のリクルートには直接関係しません。なぜなら2回試験の時点ではもう誰を裁判官に採用するか決まってるからです。ただね、2回試験の成績悪すぎると内定持っててもなんか取り消されるって噂もあるんで、まあ、2回試験の成績はもちろん良いに越したことはないです。であと司法修習は基本的に OJT で、そこで起案という課題が与えられるんですね。例えば民事裁判なら記録を読んで判決文を書きなさいといったものです。これ本当に実際の事件の記録を渡されて、これでじゃああなた判決書いてみてって言われるんですね。でその出来が良いことが必要です。他には何かありますか？はい、一斉起案といってみんなで記録を読んで起案、法的文書を作成する機会もあります。これね、1日与えられて6時間とかで、例えば判決文を書きなさいとか、なんか司法試験よりももっとなんかハードな課題があるんですね。この時採点があるので良い成績を取っておくことが必要です。結局成績が大事なんですね。はい、裁判官との懇親会などにも出席した方がいいんですか？はい、できる限りリクルート担当の裁判官に顔を覚えてもらうことが重要です。裁判官は裁判所のことを実はね、弊社ということがあるんですけど、やっぱりね、それだけ組織特有の雰囲気があります。でそこに馴染めるかどうかも重要です。年齢は関係ありますか？やはり若い方が有利です。公務員は定年があるので、ただ社会人経験がある方でその経験をうまくアピールできる方は年齢が高くても裁判官になれることはあります。一方で専業受験生でかつ高年齢の方は裁判官への採用は厳しいでしょう。では検察官はどうでしょうか？はい、これも裁判官と同じです。修習の成績が良いことが条件です。であと飲み会とかも積極的に行った方が良いです。年齢が高い場合も経験によっては採用されることがあることは裁判官と同様です。裁判官の採用との違いはありますか？検察官の場合は修習の成績も重要ですが、それと同じぐらい実務修習の出来が問題になります。だからどちらかというと裁判官は本当に成績一番重視で、検察官は成績も重視なんだけど、実務修習でこうどう行動したかも見られるっていう感じですね。で具体的には実際に検察修習で被疑者を取り調べる機会があるんですが、そこでそれなりの成果を見せる必要があります。犯人に自白させたりですか？はい、実際にそういうこともあります。でそのような事件でなくてもきちんと取り調べをして事件を処理できるかが見られます。想像つかないですね。そうですね、取り調べとかしてみたいですか？いやー、ちょっと難しそうですね。まあ実際難しいは難しいですよねで実際収集に行ってみないと想像つかない面もあると思います。であと収集地って選べるんですね。まあ、東京とか、福岡とか、高知とかいろいろ選べるんですけど、地方収集の方が収集生が事件処理できる件数が多いので、検察官志望の方は地方に収集に行った方が有利だと思います。収集地の希望は出せるんですか？はい、希望は出せます。第6志望まで出せるんです。ただ通るかどうかは別なので、第1希望、第2希望、第3希望って書いても第6志望に飛ばされることもありますし、全部関係ないところに飛ばされることもあります。では最後、弁護士について教えてください。弁護士が就職難と言われていますが、それは本当なんですか？はい、これは一時期マスコミが煽ったんで問題になりました。実際はどうかというと、まず景気の動向や合格者の人数に本当に左右されます。一般
論ですが、合格者の人数が多くなれば買い手市場、つまり就職難になりますし、合格者の人数が少なければ売り手市場、就職しやすくなります。就職活動はいつするんですか？大手事務所なんかは司法試験合格発表前からリクルートをかけています。大手事務所を狙いたい方は常にウェブページをチェックしてください。でその他の事務所でも、司法修習の早い段階で募集をかけて内定を出すところが多いようです。なるほど。就職活動はどのように進むんでしょうか？エントリーシートや履歴書を出して書類審査、その後面接で決めるというのが一般的です。で中にはリクルーターの弁護士がいる事務所があるので、その場合はリクルーターに顔を売っておくと良いでしょう。その他に気をつけることはありますか？小規模から中規模の伝統的な事務所だと、まあ、古くからある老舗みたいな事務所ですね、事務所内の全ての弁護士と事務員の同意がある場合のみを採用することがあります。なので事務員の方にも丁寧な対応を心がけましょう。就職先の事務所に採用されるということもあるんでしょうか？昔はねよくありました。むしろ普通だった時代もあるみたいです。ただ最近もあると聞いてますが、昔よりは少ないでしょう。就活のタイミングを逃してしまった場合はどうなりますか？これ弁護士の採用している事務所は常時ありますので、諦めずに探してみるといいでしょう。で日弁連のウェブページなんかにも求人はあります。高年齢者は不利ですか？弁護士事務所は本当に多種多様ですし、弁護士に定年はないんですね。ですので採用側のニーズとマッチすれば採用はあります。ただ高年齢者にはやっぱりそれなりの社会経験が求められますので、社会人で経験豊富な人は逆に有利になることだってあります。専業受験生でずっと勉強ばかりしてましたという人は、これも司法試験は昔からもう何年も勉強して合格する人はいたので、60過ぎで合格しましたとかいたので、この業界では珍しくはないです。なので人柄などを見てもらってマッチすれば採用されると思います。他に何か意外なことはありますか？これは一般に知られてないことなんですが、弁護士は事務所に入っても一部の事務所を除き個人事業主扱いなんですね。だから給与制の事務所ってのは実はそんなに多くはありません。そうなんですか？そうなんですよ。ですので意識としてはね、最初給与みたいな形で結構お金をもらえるんですけど、そのうち自分で事件を取らなきゃいけないんだっていう意識は持っておいた方がいいと思います。事務所に入ったとしても要するに終身安泰の保証がないんですね。これ大体どこの事務所でもそうです。意外でした。そうなんですよ。ですので、弁護修習の間に、指導担当の事件処理や法律面だけでなく、事件の受任の仕方という営業面も見ておくと良いでしょう。で弁護士になってから他の事務所の内情を見れる機会はめったにないので。では給与面はどのように違うんでしょうか？まず検察官はですね、初任給大体25万ぐらいで、これに年100から150万のボーナスが支給されます。ただもちろん出世することでどんどん給料は上がってきます。で裁判官も大体同じイメージです。で弁護士の初任給は事務所によります。地域にもよります。で、田舎の方で買い手市場、就職難の時は本当に年間360万、月給30万ぐらいですねっていう時もありますし、大手事務所で売り手市場、つまりもう就職が有利だ、もう引く手あまただっていう時は1000万円を超えることもあります。よく聞かれるのが4大事務所の初任給1000万超えますかっていう質問なんですが、どうやら採用時期によって違うようです。本当に超える時代の人もいれば超えない時代の人もいたみたいです。はい、本日は社会人でも就職できる合格後の話をお話しさせていただきました。結論はできるんですが、ちょっと踏み込んでね、お話できたかと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。